私は今ですね、ちょっと体重を落としてまして、まあ、3ヶ月前ぐらいですね、体重がね、72キロぐらいあったんですけど、今ね、まあ、66キロ台ぐらいまで、落ちてきまして、まあ、そう、どうやってね、こう、まあ、体重を落としたのかっていう、ちょっとそういう話をね、してみようかなと思います。ね、やっぱね、体重落とすには食事制限ですよね。てか、なんでね、体重落としてんだって話なんですけど、まあね、ボクシングをまたね、やることになりまして、まあちょっとね、さすがにね、72キロは太りすぎだということで、まあスーパーフェザーでね、またやろうかなっていう話なんで、やっぱ66キロ台か65キロぐらい、まあ、個人的には65キロ台ぐらいまで落としたいなっていうことで、普段の体重をね、それでまあ今ちょっと体重落としてるわけなんですけど、で、何食ってんのか、やっぱ食事ですよね。食事がやっぱ一番大事だなと思って、今までとね、やっぱ別にそんな、ね、練習ね、ガンガンね、すげえ増やしてるわけではないんですけど、まあそれだけ体重を落とせたってことで、やっぱ食事だなっていうのは、思いましたね。まあ朝ごはんはね、まあ玄米に卵かけご飯とキムチのっけで、食べてまして、お昼ご飯は、まあ会社のね、なんだ、仕出し弁当。会社の仕出し弁当ね、なんとね、自己負担100円なんですよね。これはね、ちょっと素晴らしい福利厚生だなと思うんですけれども、お昼ご飯100円のその要は、仕出し弁当。まあ、M サイズのね、まあ、弁当なんですけれども、まあ、その弁当を耐えまして、で、あとも調整できるとしたらですね、もう夜ご飯ということで、まあ、実はね、まあ、夜ご飯いつも練習行く前に、作ってましてですね、こんな感じのですね、電気調理器、持ってまして、これをね、使っていつも、作ってます。はい。まあ、そんな感じで今日はじゃあ、ちょっとね、まあ、ある一日のね、一日分の、まあ、とある一日のそのをちょっと紹介してみようかなと思います。だから自分で、要はもう調整できるのが朝と夜しかなくて、で、朝はもう玄米に卵かけご飯にキムチだから、もうこれはもう決まってるんで、だ晩だよね。晩ご飯。で、練習前にいつもね、おにぎり2個食っていくんですよ。で、だから夜はもう炭水化物は取らずに、もうこれ、今から作るものだけを、食べていきます。はい。じゃあちょっとね、作っていこうかなと思います。まあじゃあとりあえずまずね、今回はね、2日分というか、まあいつも2日分なんですけど、まあ2日分のね、まあ2日分の晩ご飯を作っていこうかなと思います。まあまずね、必需品からね、ちょっとやっていこうかなと思います。まず人参ね。で、今回これね、電子調理器で煮て、まあ基本的にもカレーか味噌汁かのどっちかしか作んないんで、今回はね、カレーの方を作っていこうかなと思います。もうね、ほぼ毎日こんなようなメニューなんで、もう毎回この必需品からまずはやっていきましょうか。人参ですよね。で、ちょっと前回の残りもあるんで、前回の残りももう一緒に切っていっちゃいましょう。もうね、全部ね、ドロドロになっちゃうんで、もうこんな感じでね、もう適当にね、切れば大丈夫なんでね。ちなみにこの電子調理器は、アイリス大山のね、1万5000円ぐらいするやつかな。まあ、そんなにね、高いものじゃないんでね、誰でも買えると思うんですけれども。でもね、玉ねぎとかもね、もうすぐね、ドロドロになっちゃうんで、もうこんな感じでもう、ほんとね、ドロドロになっちゃうんですよ。なくなっちゃうんですよね、玉ねぎとか。だからこんぐらいのもう、すごい大雑把なね、切り方でやっていきます。玉ねぎ、人参、キノコ、それからキャベツ。これはね、もう必ず入れます。今回はエノキを使っていきます。これも半分ぐらいですね。まあ、こんな感じで、入れていきますよ。ちょっと安いようにしとくか。で、余った分は、次回使うんで、まあ、サランラップにね、巻いて、冷蔵庫に保管ですね。今回はですね、まあ、これね、マルスで売ってた、豚のハツ、心臓ですね。普段はね、鶏もも肉をね、買うんですけど、ね、だいたい 300g ですね。2日分なんでだいたい 300g。まあ、要するに1日 150g っていうことですね。で、今回ちょっとね、ハツを買ってきました。私結構こういうね、内臓系好きでね、まあ、ハツとかね、あと、レバーとか、そういうの結構好きなんで、まあ、いつもはね、豚もも肉か豚ヒレ使うんですけど、今回はね、血の気の多いハツをちょっとカレーの具材にしてみようかなと思います。でもこれもね、もう、まあ、そんなに、まあ、こんな感じで切ってね、入れていけばね、いいと思うんですよね。そんなに、なんかこう、大きさを考えなくともいいのかなというような感じですね。まあ、大体ね、100g、豚ハツ 100g あたり、タンパク質が 15g ぐらいあるらしいんで、150g 取れば、まあ大体25? ね、計算がやばいですけど。で、まあ脂質もね、まあそこまでね、べらぼうに多いわけじゃないんで、豚のハツは。何グラムだったかな ?100 グラムあたり7グラムとかなんで、脂質が。
まあ、減量中はね、まあ、おそらく鶏胸肉とかになるんですけど、まあ、私はそんな減量中ってわけではない。ただ体重を落としてるだけなんで、まあ、こんな感じ。で、これはね、ちょっと、まあ、たまたま安かったんで買ってきたんですけど、それね、小松菜ね、あと、お勤め品でね、48円だったんでね、これはちょっとね、入れなきゃなと思って。小松菜とかね、久しぶりに食いますね。これもね、多分ドロドロになっちゃうんでね、もう大体ね、もう適当でいいと思うんですよ。こんな感じで入れていきます。そして最後、もう私の大好きな食材、キャベツ。もうね、世界一好きな多分食材だと思いますね。食材の中でも一番好きですね。なんつうか、料理の中というか、その食材、食べ物の中で一番好き、キャベツが。もうキャベツはね、大量に入れます。まあ個人的にね、野菜はね、私はもうほんと0キロカロリーだと思ってるんで、野菜はもうほんとにたくさん入れてもね、大丈夫。ほとんど水分なんで、食物繊維と水分。まあ今回はね、まあ、小松菜入れたんで、葉物入れたんで、まあこんな感じで、行こうかなと思います。ここにね、まあ水をまあどんぐらいかな。もうね、こんなにね、刃物がたくさん多いんで、だいたいね、水が出てくれるんでね、もう本当に、まあそんなに多くは入れませんね。まあこのぐらい、あんまり入れない。だいたいキャベツとかね、まあそういうにんじんね、小松菜とかからも水分出てくれますから。で、そんな感じで、あとは、ボタンを押して、いけば、完成ですね。まあセットして、この自動モードをカレーにして、この蓋をして、で今調理してる最中なんで、今からジムで練習して帰ってきた頃には出来上がっていると思います。今練習から帰ってきまして、保温になってますね。これを切って、開封してみましょうか。よいしょ。おー。ほら、見てください。これ、汁がね、こんだけ出てるんです。熱っ。汁がね、こんだけ出てるんですよ。で、ここにね、まあ、こんな感じで、もうね、お肉とかもね、出来上がってますね。はい。で、やっぱね、キャベツからね、たくさんね、汁が出るんでね、全然水入れてないんですけど、で、ここに、カレーですね。カレーのルーを。2ブロックですね。入れて、かき混ぜます。はい。まあ、こんだけね、まあ、かき混ぜまして、まあ、こんな感じでもうね、ほんとね、言った通りね、ぐちゃぐちゃですよね。玉ねぎの跡形なんかないですね。これをちょっとね、こっちのお皿に盛り付けていこうかなと思います。これで2食分ですね。うまそうっすね。いただきます。ほんとね、練習今日疲れたんでね、食べていこうかなと思います。いただきます。うん。ああ、しっかりカレー。めっちゃうまい。人参もね、染みますね。やっぱキャベツで水分がたくさん出るから、そんなに水いらないですね。で、これ、ハツね。うん。カレーにね、これレバーバージョンでやったこともあるんですけど、レバーもね、意外とカレーに合うんですよ。まあでもやっぱ、レバーとかハツはね、焼肉が一番うまいですね。でもカレーでも十分食べられる。で、このスープもね、見てわかる通り、野菜の汁を吸っててね、濃厚なんですよ。まあ本当だったらね、ここに玄米入れたりさ、うどん入れたり、蕎麦入れて、ね、カレー南蛮にしたりっていうのがあるんだけど、もう我慢だよね、そこは。仕方がない。痩せるためには、やっぱ、夜の炭水化物は我慢だね。あれでもうまい。こんだけ食ってもね、6キロぐらい。スッと落ちるよね。5、6キロは簡単に。まあ、本来であればこの中にね、じゃがいも入れるんだけど、じゃがいもね、ほとんどカロリーないから、うん。とか、なんか炭水化物も、糖質かな？糖質の量はかなり少ないからいいんだけど、ちょっとね、じゃがいも皮むかなきゃいけないじゃん。皮むくのストレスだから、そういうこと、やんないんですよね。まあ、本当に減量になったら多分、じゃがいも入れると思いますね。これをま、お昼ご飯に。持っていくっていうような感じになるかなと思います。これうまいわ。やっぱ自分で作るカレーが一番うまいね。もうココイチのカレーこれのもう全然うまい。圧倒的にうまいわ。普段はね、これまあ豚もも肉でやる、あ、鶏もも肉でやるんで、もっとね、ジューシーなんですけど、今回はハツなんでね、ちょっともっさりしますね。まあこんな感じのね、食事をすれば、
まあ多分2、3ヶ月でね、まあ5、6キロは痩せれるんじゃないかなと思いますね。まあ私みたいに70キロぐらいで太ってる人がね、72キロが最大で、そこからまあね、66キロ台ぐらいまで落とせるんで、まあ野菜たくさん食べて、お肉もちょこっと食べて、炭水化物は控えめっていうことで、もうほんと晩飯変えただけなんで、まああとは間食しないってことかな。うん、間食せずに朝昼はちゃんと食べて、夜は炭水化物ちょっと減らしてっていうような、そんな感じでいけるんじゃないかなと思います。それじゃあ。